そういったわけでございまして、はい、最近ね、インフルエンザワクチン打ってきました。怖かったんですけど打ってきました。はい、そして今夜のおすすめのジュース、こちら、こちらね、食物繊維たっぷる、たっぷり、たっぷるだった食物繊維たっぷりのジュース。ホタテはですね、もう焼き方は味付け、これ一択、バター醤油。そしてまあおかずにもう一品、豚バラとなっております。野菜はブロッコリー以上です。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、お忘れなく。